アイドル日本の皆様、こんにちは、歌唱ロシエルです。今日は、DVD の撮影で熱海に来ています。はい、熱海での撮影は初めてで、ね、今回海での撮影があったりして、ね、なかなかこう海で撮影することはなかったんですけども、なんと撮影の時期がもう冬ということで、すごい寒かっただなっていうのがすごい多かったんですけど、でも海で撮影すること本当にめったにないので、こうやって映像に残せるっていうのもすごい貴重だったので、頑張りました。はい、ね、あと本当にスタッフさんがすごい和やかムードで、ずっと終始楽しく撮影することができて、ね、途中ちょっとダンスしてるシーンもあるかと思います。なかなか踊ってるシーンはめったに見られないので、かなり貴重なシーンだと思います。そうですね、あとはメイドさんでこうお掃除するシーンとかあったんですけども、ここはちょっとドジっ子というか、こうお仕事できないメイドさんに見えたら嬉しいです。はい、もうそのまんまのロシっていう感じになってると思います。で、DVD の撮影初めてだったんですけど、今回映像だけじゃなくて、こう喋ったりするシーンとかもあって、すごく恥ずかしかったです。はい。まあ、そんな感じで見どころたくさんあるので、ぜひこのシーン良かったよってあれば、コメントお待ちしてます。はい。ということで以上、歌唱ロシエルでした。ありがとうございました。撮影中一番楽しかったことは、そうですね、温泉ですかね。温泉での撮影って今までになかったので、人生初のロケーションでの撮影となりました。本当にいい湯ですごい温まりました。一番驚いたこと、そうですね、撮影した時期が冬っていうこともあって、まあ、その中で水着で熱海の海での撮影ですごい寒くてびっくりしました。で、途中猫が2匹やってきて喧嘩しだしたりと、すごい面白いハプニングもあったりして、すごい楽しかったです。最近ハマってること、そうですね、最近ちょっと音楽のゲームの延長戦でドラムを始めまして、だから最近ドラムをもう週1ぐらい叩きに行ってます。つい言ってしまう口癖、そうですね、結構なるほど、確かに、へーほーって言ったりします。はい、そんな感じですかね。一番印象に残った仕事は、真夏の日に炎天下でこう真冬の格好をしてイベントに出たことがありまして、まあ、その時は38度近くでテントで、その中で、ロングヘアに長袖の軍服衣装で、でブーツもロングブーツ履いてて、でマフラーも巻いてて、もう死ぬほど暑くて、もう過去最強汗をかいたんじゃないかってぐらい本当に大変で、それはすごい辛かったことナンバーワンですね。オフの日の過ごし方、そうですね、今お仕事でいろんなゲームだったりアニメの公式コスプレイヤーをやらせていただくことがすごい増えてきて、で今掛け持ちしてるゲームが大量にあって、でそのゲームの中でもイベントがあるんですけど、まあ、それを、まあ、クリアするのにもう時間が足りなくて、なのでオフの日はもうほとんどゲームしてるか、アニメを見てるか、でアニメももう見れてなくて録画して溜まってるものがもう大量にあるので、まあ、それを見て、
なのでもう全く外には出ないですね。男性の仕草でキュンとくるところ、そうですね、私はなんだろうな、なんかスーツ姿の人は結構好きだったりするので、でその人がネクタイをちょっと緩めるところ、そこはちょっとキュンときますね。一つだけ願いを叶えるとしたら、そうですね、なんだろう、瞬間移動を使えるなんか魔法が欲しいです。結構体力があんまないのですぐ疲れちゃう時あるの で、あと重い荷物とかもしたくないので、瞬間移動ができればすぐ行きたいところにも何も持たずに瞬時に行けるので、もう瞬間移動できたらもう最高ですね。常にカバンの中に入ってるもの、なんだろう、でも携帯、ハンカチ、ティッシュ、ドリンク、もう最低限必要なものしか入ってない。あるといえばセーラームーングッズは絶対入ってますね。こうセーラームーンのこうリップだったりとか、セーラームーンのこうアクセサリーだったり、そういうのはセーラームーン関連のものは必ずカバンには入ってます。コスプレを始めたきっかけは、私兄が一人いまして、今まで誕生日プレゼントをくれたことがなかった兄から初めてもらって、ですごいワクワクしながら開けたらこうメイド服が入ってて、でそのメイド服もちゃんと夏用冬用の2着入ってて、その時は私自身オタクでもなくコスプレも全く興味がなくて、でコスプレすること自体本当ちょっと嫌だなっていうのはあったので、そのプレゼントをもらって、もう普通にあこの兄気持ち悪いなって思って、もう押し入れにすぐしまったんですよ。ありがとうみたいな。でそっから1年経った時に何かこう新しいことを始めたいなって思って、そういえば押し入れにメイド服入ってたなと思い出し、そこでちょっと着てみたら、あれなんかこのコスプレの世界も面白いんじゃないかと思って、そこからコスプレにハマってしまいました。今後挑戦したいコスプレ、そうですね、男装あんまりやったことがないので、男装キャラやってみたいのと、あと自分の手では作れないようなこうすごいでかい羽をつけたキャラとか、こう身長以上あるでっかい武器を持った華奢な女の子とか、そういう何かを自分で作れない何かを持ってる、そんなキャラクターができたらいいなって思ってます。はい、今回 DVD では初挑戦することがたくさんありまして、しかも映像だけではなくて、私があんなことやこんなこと、セリフいろんなこと言っちゃってます。新しい一面が見れると思いますので、ぜひ見てもらいたい、ぜひ見てください、よろしくお願いします。